三鶴島義軍志士の被服岡市総福寺満州義軍は日露戦争中の1904年ロシア軍の広報拡乱兵隊破壊を任務として満州の馬族を集めて創設された特別任務隊であるトップに立ったのは花大人として知られた花田中之助少佐である彼は戦争前からウラジオストクの西本願寺において総に化け 情報活動に従事していた。日露戦争が始まると、満州義軍は、同じく馬族を編成した、両政特別任務班とともに、大陸の各地で鉄道の破壊や、物資の略奪を行い、ある程度の成果を上げた。ロシア軍の後方で活動する満州義軍が、ロシア軍の将兵に与えた心理的ダメージは、計り知れない。これらの部隊の葬式を行ったのは、 日本陸軍の情報将校の先駆けで、現地満州軍の高級参謀だった、福島康政である。実際のところ、満州義軍については、研究がほとんど存在しない。なぜならば、この組織は、国際法に定触する秘匿されたものであり、当時の公式の戦士に記述が存在しないからである。福岡市総福寺内の現用者墓地に、満州義軍技師の碑がある。 旧日本軍の文書、とりわけ諜報活動に関するものは、太平洋戦争の敗戦の折、GHQ の手に渡るのを恐れその多くが、焼却処分されたため、ほとんど現存していない。しかし、2006年9月1日付毎日新聞に、日露戦争の諜報資料発見の記事が掲載された。この資料の中には、満州議軍に関する情報も多く含まれる。この資料は、 発信原稿と呼ばれ、当時の極秘伝文の元原稿を月比順に綴ったものである。個人像であるため、まだその全容を閲覧することはできないが、詳しい内容は2006年9月刊行の軍事史学に掲載された日露戦争と戦場の情報戦を参照のこと。なお、山野昌次長、日露戦争を被史、満州議軍は満州議軍の関係者に取材して記された。 講師料である。また、谷俊夫著にも記述はある。ありがとうございます。